在大阪中華人民共和国総領事館。在大阪中国総領事館は、中華人民共和国が、日本の大阪府大阪市に設置している、総領事館である。1976年3月、中華人民共和国からの派遣では、初となる中日総領事館として、大阪市に開設された。初代総領事はタビラ。参加に、在阪華人教育や、 日中教育交流を目的とする在大阪中華人民共和国総領事館教育室、在大阪中国総領事館教育室を要する。2020年9月12日、南モンゴルの小中学校で中国語による教育が強化された措置を不当として、南モンゴル出身者ら約100人が在大阪中国総領事館近くで集会を開き、南モンゴルにおける モンゴル語教育の保護を訴えるデモ行進を行い、送領時間前を通りがかった際には送領時間に講義文を投函した。郵便番号550-0004大阪府大阪市西区宇都部本町3-9-2、送領時間には一般社団法人大阪中華北方向所が入居しており、建物に大阪中華北校所対価と告示されている。教育室は 大阪市街にあり、その住所は、郵便番号564-0063大阪府、水田市江坂町5-4-4である。大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県。ありがとうございます。